はい、どうもこんにちは、 RJJ の岡本です。今日はですね、当時も RJJ は実際に40代の方を中心にご入会いただいてますという話をしたいと思います。2021年春からですね、40代以上の方の、格闘技ジムですよという、そういった形で、募集の方をかけて、実際にですね4月から11名の方にご入会いただきました。で、年代がですね、10代の方が1人で、20代の方が2人、40代の方がなんと6人ですね。で、50代の方が1人で、60代の方が1人、以上の方からですねご入会いただきました。 RJJ で、もともとですね、当時も RJJ は、30代以上の方で約7割を占められていて、で、40代50代の方で46%、約5割を占めていたんですね。やっぱり当ジムは、市民体育館とかを、利用して、そんなにね敷居を高く設定していないので、やっぱりどうしても格闘技ジムというとですね、なんか怖い人がいるんじゃないかなとか、結構ガチ本気でなんかやらなきゃいけないんじゃないかなとか、水を飲ませてもらえないんじゃないかなとか、なんか休んだら怒られるんじゃないかなっていう風に思われがちなところをですね、どうしても払拭したくて、やっぱり若ければねまだいいんですよ、10代20代の若者であれば。やっぱりでも30代以上になると、体力も落ちてきますし、仕事とか家庭中心の生活になるので、運動は二の次になりがちなんですよね。で、体力落ちているところでいきなり運動、ましてやね格闘技をね始めてみましょうって言われてもね、なかなかね一歩ね踏み出せないんじゃないかなと思います。 RJJ、ところがですね、当時も RJJ は、おじさん親父中心のねチームなんで、そんなことはないんですよ。健康診断の数値が悪くなったから、改善しようとか、血液検査のね結果が悪くなったから健康のために、健康をね、取り戻そうとか、なんか運動した後の、美味しいビールを飲みたいとかですね、そういった方々のためにあるようなジムなので、そういった方でもですね無理なく、楽しくですね、運動できるジムでありたいと思ってます。で、その入会した方々ですね、実際に入会してどうですかとか、生活に変化ありましたかとか聞いてみたら、やっぱりいろいろねいいこと言ってましたね。適度な運動をすることによって夜がねぐっすり眠れるようになりましたっていう方もいますし、普段体を動かす仕事をしているんですけれども、それでもねやっぱり翌朝に軽い筋肉痛になるみたいで、なんかその筋肉痛がね逆に心地いいとかね、あとは今までにやったことのないなんか動きばかりがあると、人間基本なんか二足歩行の生き物なのに、なんか寝て寝っ転がってゴロゴロなんか体を動かして、なんかその今までやったことのない動きになんかすごい新鮮さを感じていますとかですね、あとは実際に体重が2キロぐらい痩せましたっていう方もいました。なので、この動画をね、ご覧になっている方は、少なからず、ブラジリアン柔術とか、当時も RJJ に興味があるんじゃないかなと思います。どうしようかなとか、見学行ってみよう、体験行ってみよう、そうは思うけれどもなかなか一歩踏み出せないなって思うかもしれませんが、実際にねこの動画の中でも、練習風景のね動画とか入れてますけれども、この動画を見て、なんかそんなにきつくなそうだなとか、意外と楽しそうだなとか思ったのであれば、一度道場に来ていただければと思います。で、実際にね来て、見学だけでもいいんですけれども、軽くね体を動かして体験することによって、ブラジリアン柔術の面白さをですね感じていただけるんじゃないかなと思います。当時の RJJ は40代以上の方中心のチームです。親父ばかりのチームなんですけれども、いつでもね仲間を求めています。楽しく無理なく継続していける格闘技ジムなので、ぜひ一度体験にお越しください。ご連絡お待ちしています。それでは今日は以上です。次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。